壁か。この先には行けないみたいだな。ティナ、あら、シリカはどうしたのよ。きっと近くにいるはずよ。近くっても、よっ、誰か、うん、アスナ、ううん、そうか。ああ、
おい、まったく、あんたってば。まあまあ、リーズン、とにかく無事でよかったよ、シリカ。いえ、途中でモンスター。なるほど。あ、そうか。はい。この場合、迷子はどう。まあまあ。よっ。絶対ここにいる。私の依頼したもん。なかなか強引な子だったね。なあ、ま、今のアスナたちの言葉、とても。あの子は前のゲームで MHCP だったのよ。ユイちゃんと同じね。おい、感動の再会は後回しにしとけよ。Yeah!
これで大丈夫だ。これを使うか。パパ、一人で寂しかったよ。おい、ストレア。だからその呼び方とはすぐ抱きつく癖やめろ。パパひどい。じゃあママ。ストレアさん。もう。そのさん付けやめてよ。私もアスナの娘なんですけど。じゃあストレア。パパ、ママ。とてもそのような関係性には見えないのだ。ん？何この子。おいストレア、そういう誤解を招く表現はやめてくれ。いいじゃない別に。あながち的外れ。外れすぎだろ。でもちょっと貧相な感じね。意味が全くわからない。自己紹介と状況説明は移動しながらだ。
行こう。はあ、キャー、いいだろ。これでクリアだな。これでいいのかな。え、本当にと、いや、うっかりブービートラップで出現させちゃったやつなんだよね、あのモンスター。これで心置きなくダンジョン探索ができるわ。待ってろ、我が永遠の。おい、あの子さっきなんて言った？モンスターをうっかり出現させたって言ってた。大丈夫かな。これはセブンちゃんが作った。相手は、やあやあキリト君、元気そうで。何、ごたくはいいからさっさと状況を教えてくれないか。そのためにかけ。なんだよ、釣れないね。まあこんな、今グループチャットでアメリカから特別ゲストを呼んだんだ。じゃじゃーん、プリビエーッ、みんなのアイドルセブンちゃんよ。セブンちゃん、アスナちゃん、どうしたの？元気ないみたいだけど。なるほどね、ユイちゃんがそんなことに。ごめんね、みんな。ううん、気にしないで。セブンちゃんがアメリカに戻ってからこうして話すのは久しぶりだもん。それよりも今の状況を教えて。運営のレクトはどう対処してるの？もちろんレクトとは話をしたわ。でも残念ながら、まずこの状況は原因不明ということだ。正体不明のデータ介入が外部から行われている。ペルソナバベルというプレイヤーやプライベートピクシーを捕らえるイベントクエストを実装したなんて話もない。関係性も不明だ。レクトは VRMMO の世間的な印象も懸念し、何か、それだけなんだよ。そうか、分かった。待つんだキリト君。まさかこのままプレイを続けるつもりじゃないだろうね。当然続けるぞ。心中察するところだけど、今はログアウト、アミュースフィアでデスゲームのような状態が発生するはずがない。それは疑う必要もないことだが、状況がわからないキリト君、一旦落ち着いてからまたダイブすればいいだけの話じゃないのか。この状況で再ダイブできるのか。できるよ、レクトに確認も取った。できないよキリト君。七色博士、そこは話を合わせてくれる約束。どうせすぐ嘘だってバレちゃうよ。それよりも早く動いてもらって。セブン、さすが俺たちの。レクトはね、この事態が解決するまで一度ログアウトしたらもうダイブで。やれやれ、僕は君たちの。分かった、好きにするがいいさ。ただし君たちのプレイを続け、上から強制的にログアウトさせろというお達しを受けたら
無理やりにでもアミュスフィアを取り外すからね。ああ、かまん。アミュスフィアがナーブギアほど直接人体、それだけは理解しておくんだよ。すまないな、聞こうか。ちなみにリーファにシノン、クラインたちはまだダイブし続けてるのよね。お姉ちゃんやフィリアもまだ。そうか、了解だ。みんな頑張って。うん、セブンちゃんありがとう。じゃあ何かあったらまた連絡を入れるよ。すまん、聞こうか。いやいや、それじゃあまた。そういやこの子について何も説明しなかったな。状況を混乱させると判断してのことなのだろう。確かにこっちの状況を全部教えたら余計混乱させちゃいそうね。むしろロッタの仲間について何も聞けない会話の流れになって。いや構わないさ。ああ、そうだな。飛行家とセブンとの会話で時間が切迫していることは分かった。強制的にアミスフィアを外されるならまだしも、GM 権限で一気にゲームサーバーをシャットダウンでもされたら終わり。俺たちはその前にユイを救い出し、ロッタを元の。私の方は後回しでいい。きっとはぐれたクローも同じように思ってくる。おそらくは君たちの言う転移門と同様の施設、離脱ポータルを見つけられれば戻れるはずだ。分かったよ、ありがとう。よし、そうとなったらとっとと。今回はあそこに出たよ。あんたたちも緊急メンテ通知後にフィールドに出現するよ。異界ってのは俺が勝手につけた名前だけどな。出現場所も謎、出現時間も謎、しかもその先は見たこともない。さらにそこにこうするように舞い降りし銀翼のアバター。ロマンだ、これはとてつもないロマンだね。ああ、そうそう、銀色のやつがゲートの近くをうろうろしててさ、あんたたちも興味があるなら行ってみるといいさ。何か面白いことがあったら教えてくれよ。銀翼のアバター、ロッタの仲間かもしれないな。家のゲート、確かに前はなかった。銀の人は見当たる。好奇心旺盛なやつだ。もしかしたら、すまないが少し探索に付き合って。もちろんだ、ロッタ。みんな、ここの景観もだいぶ変わってるな。ここは世紀末ステージ、侵入不可能な廃墟群の並ぶ場所だ。世紀末？私が元いた VRMMO にここと国なんだって。ここだけではない、草原の荒廃した建造物や、まるで我々のゲームのよう。そいつは
ペルソナバベルの死。それは。そうか。わからないことを話し合っても仕方ないわ。まずは。ローちゃんどうしたの？なんか元気ないみたい？ローちゃんとはもしや私のことか？うん、そうだよ。ブラックロータスとかロッタちゃんって言いにくいでしょ？それなら短い相性がある。え、そうなの？教えて教えて。私を昔からよく知る者はサッチン、もしくはかわいいね。じゃあ、元気なさそうだね。私でよければ。ストレア、君は確か NPC だと聞いた。君ならこんな質問にどう答えるだろうか。アバターが過去の VR、 なんて名前の仮想世界から未来の別のゲームからやってきたって、むしろ疑われるかもって。ストレア、私自身この状況、私はね、もともとはユイと同じ MHCP なんだ。じゃなくて、だったんだよ。プレイヤーたちの心を癒し、答えは導き出せないかもしれない。どうしたストレア。これストレア、キリト、アスナ、みんな、ストレアの様子が。どうしたんだ。わからない。会話をしていたら突然。ロータス、君にも変な。私はまだ大丈夫だ。ストレア、ストレアさん、しっかり。ストレア、今この者から発せられている声は、今よりはるか千年後の未来より送られています。な、何？千年後？ちょっとストレア、何を冗談言ってるのよ。今はそんな。妖精たち、時間はありません。このとても微弱でって言われてもな。これは未来の世界の誰かに、ストッピョーシマンなさすぎるぜ。普段ならそう思うところだが、今回の一件もあるし、千年後の未来人でいいのか。あんたがどうやって過去に音声を送ってるのか、理屈を聞いてる暇はない。あんたが俺たちにアクセスした理由、ペルソナバベルと今回の ALO での異常事態に関。皇帝、教えてください。一体どうしてユイちゃんがあんな目に遭ってるんですか。黄昏の魔女は千年後、魔女は自らを過去に送り込み、小妖精の封印と抹殺。封印と。理由は何だ。それがこちらにとって望ま。ユイちゃんの抹殺が未来の世界で望まれ。そんな、ありえない。これっていくら VR 世界とはいえ、私にはやっぱり時間を移動するとか信じる。猫妖精よ、時間移動は可能です。量子回路を通じて時間流に乗り、今のこの声はその術の一。マジ。現にそこにいる黒木鋼の少女は妖精たちの。ロータスさんも未来から来たとはいえ、そのものの時間流の移動は千年とは比べ。おいおい接続
待て、もう少し聞かせてくれ。黒き鋼の少女、案ずることはありません。黒き王の騎士たちもまた妖精。何？王との再会を見な。ネガネベラスのみんなが妖精たちに全てを打ち明けなさい。おい、もう少し話を。おい、え？もう両肩掴んでブンブンしないでよ。ストレアに戻ったようだな。ん？みんな私の方見ちゃって。ローダス、心配ない。大丈夫か？先輩、先輩に何をした！？先輩から離れろ！待て！こいつ！回復するぜ、回復するぜ。これが先輩を傷つける奴は俺が許さない。お前はブラックロータスの。お前は何か勘違いしている。俺は突然倒れたローダスを支えようと。これでどうだ。回復するぜ。やめたまえ！先輩！というか君は。な、ちょ、やめ、先輩くすぐったい。変な声を出すな！な！あ、あれ？ご！え？ようやく落ち着いてきたようだな。こ、いざい！どうしてほっぺを。いつものように頭に血が昇っていたからだ。この者たちは敵ではない。え、すみませんでした。いや、気にしないでいいさ、シルバークローン。はい、ありがとう。さて、じゃ。気になってました。そうだな、全てを言わねばなるまい。私と春雪くん、シルバークローは君。え、先輩何言ってるんですか。ここは確かにブレインバーストとは異なる仮想世界みたいですけど。ブレインバースト、それが君たちの生きる仮想世界の名前か。ああ、だがもう行っても構わないさ。あの未来のものも問題ないと言ってくれた。この仮面も外そう。
私の名はロッキリトたちからこの世界のことを聞くたびに引っかかっていたアルブヘイムオンライン。それは私が生まれる数年前にあった。ここは西暦2026年の VRMMO。 君たちが2047年からやってきたということは、私と晴行くんにとっては21年前の世界。なんだか確かにこれまで私たちいろんなことを体験したから、もう大抵のことには驚かないつもりだったけど。でもペルソナバベルは君たちよりももっともっと未来。ペルソナバベルのあのルール無用の能力も未来の技術ってことなの？実感が湧かないな。なんだか僕呆然としちゃって考えがまとまりません。私もさ。ただこうなってしまった以上は、この世界にブレインバーストの要素が顕現していることも。でも先輩、それはそのペルソナなんとかっていうやつの。その可能性は高いとは思うが、やつが行ったこととして確実なのは、とそして塔を守る異常に強いモブを操っていることだ。異常に強いモブを。ようやく私の存在を思い出したようですね。な、こいつを。はあ、かわいいです本当ね。ちょっとゆいちゃんを思い出。アスナ寄ってたかって。ブレイナ、我こそはビーイングの最高位。ビーイング。すまんが、分かりやすく説明してもらえると助かる。はい、分かりました。でもメタトロン、どうしてその姿に。いつもの光る石みたいな。それはこっちが聞きたいくらいです。というか石とは何ですか。とりあえずラインに戻ろうぜ。一旦落ち着いた方がいい。そうだな。How can I have this?
still had a drone too. この ALO ではブレインバーストと違ってバーストポイントが手に入りやすいですね。ああ、この世界に存在するエネミーはブレインバースト、もちろん例外はあると思うが、バーストポイントを貯めやすい環境には違いない。バーストポイント、確かに新しい数値の項目。これはブレインバースト側のパラメーターなのか。はい、そうだと思うんですが、多少のアレンジはなされているようです。ブレインバーストでは全ての行動にバーストポイントの消費が必要。バトルへの参加、強化外装やアビリティの購入、全てバースト。基本的には対人戦で貯めていくのだが、ただしブレインバースト上に登場する雑魚はとても雑魚とは言えない強さ。ああ、攻略することを前提としていないような。ん？でもそのバーストポイントって個人管理なんでしょ。なんかこのステータス見ると、私たちを一つのパーティーとみなして共有されてるみたいだけど。カーディナルシステムが ALO の仕様に合わせてアレンジした。確かにカーディナルは恐ろしいほど柔軟に新しいゲーム性を作り出せる。このスバルトエリアに発生している異常事態を踏まえて、黒雪たち別ゲームのアバターが来たことすら柔軟にシステムに組み込んでるのかもしれないな。もともとバーストポイントはゼロになった時点でブレインバーストを遊ぶ権限を失います。そういった意味ではこの仕様はありがたいですね。うん、失うっていうのは。バーストポイントを失ったバーストリンカーはブレインバーストに関する記憶を失い。バーストリンカーっていうのはブレインバーストのプレイヤーのことか。記憶を失ってに。ブレインバーストは親から子へとメインデータをコピーすることでプレイヤーを増やしていく。 ALO と異なり、一般的に周知された世界ではないの。リアル割れすることで犯罪まがいの行為をして強制的にバーストポイントを消されることもある。そうされないように我々はブレインバーストの存在自体と自らがバーストリンカーであることを秘匿し続ける必要があるのだ。未来の仮想世界は。でも記憶を消失させるなんて可能なの？脳を焼き切ったナーブギアを彷彿させるけど。それは事実だって思ってます。確かに実例としては少ないが、我々は見たことがある。ブレインバーストで戦っていた少年がバーストポイント全損によってブレインバーストについての記憶。ちなみにクロートとロータスはナーブギアって言葉は知って。はい、昔データベースで耳にしたことがあります。そうか、 SF 映画とかでよくある世界線の相違を疑ってみたんだが、今のところは地続きの時間流って感じか。何はともあれ、せっかくこの世界の仕様がバーストポイントを集めやすいのだから。なあ、そうしておくといいさ。キーボアルゴ、やっぱり残ってたか。当たり前だ、こんな状況ではいそうですかとログアウトしてるようじゃ情報屋の名がなくってもんだろ。相変わらずだな。いろいろと大変らしいな、キーボー。手伝ってやりたいのは山々だが。ああ、一段落ついたら合流させてもらうよ。ありがとう、アルゴ。何かいい情報があったら教えてくれ。もちろんだ。I'm gonna rush in to death. Nope.